泣きのもう一戦いきます。笠原さん、あの前中の4番とか言ってるんですけど、まあ今若干太ってるんで、まあ簡単にインコースバーン抑えたのかなと思います。もうね、あの腹見てたら打てないでしょう、僕の球なんか。はい、いきます。よし、先輩後輩対決が実現か。ハハ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 ハあれ坂本隼人だぞ。いやいや、坂本隼人だったら抜けてる。いやー、おっしゃー。まあ見といてください。いやー、一応12万人のちょっと頼む。チャンネル登録一番多いやつ頼む。あ、向こうさんぐらいはちょろっと、あの、はい、125キロぐらいできます。バックスクリーン追い込んでやろうお前。いやー、うわぁ、入った入った、あ、何入った、おい、アスカガチンコ勝負です。もう負けれないんです。あとはないんです。クイックにまんまと引っかかりました。ラストいるぞ、ラスト。ラストの人やばいんですよ、マジで。大場さんお願いしますよ。いや、大場さんマジでエグいんですよね。何で抑えようかな、マジで。ジェー、最高か。ただし14中3番最強バッター、最強バッターしてみ。カウントライチ6球間強度頼む。手書き1億エグい、これ3000倍。当たったすわ。でもこれで当たってなかったら本当演技派。演技派だね。あ、どうもさん、お願いします。完全に抑えたよみたいな前も。ワンストライクですね。さあ、えぐい。
人や。あぶな。真ん中やった、危な。今の紙一重やな。危な。ちょっと下から出た。よかった。ナイス、ナイス。大場さんなんかあのクイックの時にやたらシャープに打ってきますよね。しかもバッテなし。ガサッといけ。ツー、ツーワンですね。ツーワン、ツーワン、ワンボール。スプリットだろ今。よっしゃー、完璧に抑えました今スプリットで。悲しいっすわ。契約と違う時は。いやー本当これは契約破棄ですわ。いややっぱりあのプロやったら対応してくるかなと思ったんですけど、やっぱ僕のスプリット対応できないっていうことでいいっすよ。めっちゃ落ちがそこ。どうする、ホームラン打ってるからね、言っとくけど。まあでも今2の1ですよね。2の1でもう1回やって、僕が勝ったら本物でよくないですか。あ、じゃあ分かった。じゃあ大場さんは2の1やから、はい、俺ら今1の0、はい、だから俺らで最終決戦決めよう。あ、いいっすよ。俺らのどっちかが長打打ったらいい、はい、もう俺たちの勝ちっていうことにしよう。あ、いいっすよ。それでいいキャッチャー、はい、ちなみに変化球はあんの。変化球はそれだけはっきりさせとけ。あ、ナチュラルです。どういうこと。どういうこと。そこちょっとはっきり決めようぜ。そう、まああのストレートとあのスプリットだけで、あ、このね、これで抑えられるんで、僕は。はい、別にいいんですか。あ、はい、行こうか。ね、あの、ま、最初はまっすぐだけって言ってたけど、あの、ま、これでスプリットを入れて打たれたら本当にね。そうそう、もう今日ウサギ飛びしてください。そうそう、あとあのチャンネルあのバーンします。チャンネルバーン。じゃあ大場さん、はい、じゃあ僕らを見届けてください。はい、僕らあの若い者にちょっと託してください。はい、行きましょう。全力で応援します。じゃあ行きましょう。すごいぞこれ。頑張って。まあ、笠原さんはね、もう多分うちですよね、完全にうちがちょっと弱いのでうち行きたいなと思います。やっぱり遠いところはね、中学校時代がバカバカホームラン打ってたんで知ってるんで、それは攻略したいなと思います。スプリットあるよ。いや、でもさ、やっぱね、あんだけさ、勝負をさ、熱望してて変化球投げるとかちょっとあれ、まあ、いいんじゃないですか。いやでも年上の人やったら変化球でも打ってほしいですね。うん。あいつ目とこったらまずボコボコ。準備 OK か。 OK です。行こうか。よし、最終決戦や。これで決めよう、勝ち負け。よし、よし。笠原さんの顔が本気になった。癖が分かりました。マジ？スプリットの時、うん、構えた時に、うん、ちょっと上向き、うん、なんなんでしょう。もう真っ直ぐと全然違う。分かるっす。オッケーオッケーオッケー。お前には致命的な欠陥があるよ。俺これをメイド義塾全中で習った、あの今明石将棋の風間監督。うわぁ、見えてる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 。風間先生見てますか。届け、届け。あれ、笠原さんの弱点を分かってるんですよ、中学校の時から。はい、や、打者やったらさ、センター前かな。いやショートゴロですね。
本当に。あ、そうですか。じゃあ、すいません。教え方これなんすか？明徳の言うことを無視してるんですよ、この子。あのいや、ちなみに明徳の狭間先生は絶対ピッチャーにスプリット教えるんですよ。そうなの？知らないけど、マジで。そうですよ、みんなスプリット。マジ？はい、まあ、そこでちょっと教えてもらいました。大場さんやられましたね。いや、まっすぐが速いし、スプリットが切れとるっすわ。キャットどうだった？キャットいやー、経験でした。こっちスプリット良かったっすね。いや、たださ、たぶん俺がまっすぐをファールにしたことによってもあの時点でもう負けてたのかもしれない。なるほどね。あと、ちなみに公式ボールだったらね、ファールだから。公式ボールだったらファール。なんか、大人げない言い訳大丈夫ですか？俺も今こっちの味方になりそうよ。今のは言い訳は良かった。ラージケとキルキルね。キルキル。いやでもね、ちょっとね、みんな惜しかった。紙一重。はい、紙一重っすわ。いや、ただアスカの球も良かった。そう、思ったでも、おばさんのインコース半端なかったっすもん。あれはやばかった、最高っすわ。あれ球場とかでも場外っすわ。普通に入ってる、普通に入ってる。あれは行ってる。あれは最高、本当。いやもうね、大場さん、誰がもう一番登録者ね、多いか分かんなくなったよね、もう。分かんなかった。もう一番人気の分けたいぐらい。皆さんお願いします。そうそう、なんて調べたら出てくるんですか？バックス TV、 概要欄に貼っときます。いや、ちょっと俺が貼るの。俺と向こうが貼るから。それはね。ぜひね、ね、今伸びてきてるんで、はい、チャンネル登録で、あとアスカのね、チャンネルも、はい、全員貼っときますんで。武田翔太も、一応 TikTok からもね。TikTok かなの？そう。一応 YouTube もやってる。まだ170人ぐらいです。そうですね。駆け出しだから、はい、ぜひね、今後とも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。野球しようよ。野球しようよ。あ、最後やってください。野球しようよ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さん、またぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。